今月27日に投開票が行われる衆議院選挙について JNN が序盤情勢を分析した結果自民党が大幅に議席を減らし15年ぶりに単独過半数を割り込む可能性があることがわかりました昨日公示された衆議院選挙について JNN では昨日15日から今日16日にかけて 全国の有権者に対しインターネット調査を行い、取材を加味して、序盤の情勢を分析しました。それによりますと、自民党は議席をおよそ30減らし、2009年以来、15年ぶりに衆議院で単独過半数を割り込む可能性があることが分かりました。また、公明党も小幅に議席を減らす可能性があります。ただ、 ででは過半数を維持すす。る見通しです一方、野党では、立憲民主党は議席を40近く増やす可能性があります。また、日本維新の会と共産党などは議席を減らす可能性がある一方、国民民主党は大幅に議席を増やし、令和新選組も議席を増やす可能性があります。ただ、全国的に見ると接戦となっている。 選挙区が多い上今回の調査ではおよそ5割の人がまだ投票先を決めていないと答えていて今後情勢が変わる可能性があります以下はネット上の意見をまとめたものです最近の政治に限らないとも思いますがにやけを指している人も多くいると思いますがそこで諦めずに投票という行為でその思いを表に出してもらいたいなと思います そうするとその不満が可視化され政治家の姿勢も変わります逆に投票に行かずに現状の議席と大きく変わらなければ政治家は不満がないと受け止めるでしょうそうして国民からのフィードバック評価を受け取る流れを作らないと今後より一層国民と政治家の感覚がずれていってしまいます勝ち負けのような政局中心の報道の方が 面白いと感じる人もいるでしょうがメディアにはきちんと各党の公約や実績を客観的に評価し有権者に質の高い情報を提供をしてもらいたいなと思います自己を合わせての過半数割れになってほしいです今の政治は自民党のやりたい放題の政治ですから国会での法案や政策などの可否は自民党の都合次第で決まりますから そして悪いことしても連座制も導入されていないざるの政治資金規制法改正案なども可決されますからねいつまでもこのような状態が続くのは日本とって絶対良くないですから時効合わせての過半数割れになりトリガー解除など他の党の良い法案や政策が通るようにしてほしいです事務員なのでこの急な解散総選挙の報道を見てやはり現政権は 姿ののこととを見ていないのかと思いなか思ましたおそらく役所など選挙に関わる方は休日返上で準備に当たったのではないかと子供がいる人は運動会や遠足などを諦めた人もいるんだろうないろんな予定を変更やキャンセルして準備をしたんだろうなさっき投票権が届きました近日前投票所の開設も今日からのようです子供を連れて投票し 将来の有権者にしっかり見せようと思います。何度も連れて行っているので、少しずつ親が何のために言っているのか興味を持ったようです。ちゃんと意見を持って投票しに行く子に育てたいと考えています。それがやりたい放題を防ぐ方法だと信じています。 選挙ばかりはいざ蓋を開けてみないとわからないことが多いので現時点で情勢を判断するのは少燥な気がします実際に結果が出てからいろいろと分析しその影響を報じてくれるのが良いのではないかと思いますメディアの報道には選挙結果に影響を与えたいという意図が必ずありますので投票期日まではそういうメディアの情報に変な影響を受けることがなく 投票ができるような環境を整えてほしいものだと願います時効を合わせて過半数割れの後のシナリオが今回気になります過半数維持のためにどこかの政党と連立を組むことは世論から難しいと思います事項以外の政党も連立で過半数は厳しいと思います共産党を入れての連立は合意できないのではないかと思います ゆえに主犯指名では誰も過半数を超えない。どうなるのか気になるし、あり得ると思う。シナリオです。立民は野田さんが代表に就いたことで、共産党の共闘がほぼ消えたが、これにより連合が全面的に支援することが可能となり、また一部の無党派層も支持しやすくなり、結果40増との予想。これにより、今回と前回の総選挙の結果を踏まえると立民と。 共産のはは今後はないだろうただし政治的思惑とは違うので左派が党首になればわからないそして注目すべきは国民民主の躍進与野党の中で一番まともな経済政策を打ち出していることが支持理由だろう自公は相変わらず富裕層と低所得者層を重んじる経済対策を打ち出すことを訴えているが 中間層はすでにヘキヘキしているはず。裏金ばかりが目立つ争点だが、実は、経済、景気対策が一番の争点だと思う。驚きは特にありません。私心なく日本のための政治をしてくれる、政治家に選挙で勝ってほしいです。長期的に成果のあることをしてほしい。そして、政治は、結果が全てです。成果がなく、 国民に害を及ぼす政治ならば、また選挙で政党を交代させればよい。要は、国民が政治家や政党を監視して、投票で民意を常に示し続けることが大切だと思います。自民党過半数割れという報道に驚きは全くありません。この選挙は、裏金野球統一協会の疑惑に対して、国民の信任を得たという言葉を選挙後の国会で、 正々堂々と使いたいがためであると私は思いました石破首相が国民の信を問うとして衆議院を解散しましたが石破内閣の何を問うのでしょうか結局のところ選挙で勝てば信任されたとして幕を引くことしか思い浮かびませんこの選挙こそ自公政権を信任してはならないと思います 今回の衆議院選挙は日本の将来を左右する大きな分岐点にあると言えます。特に注目すべきは国益を無視し、新中路線に走る議員や地盤に頼った世襲議員が依然として多いという現状です。日本の国益を間に守り、国民のために働く議員を増やすことがこれからの政治の安定と発展につながります。 今後の選挙結果がどう変わるかはまだ予測が難しい部分もありますが重要なのは有権者がしっかりと候補者の行動を見極め国のために働く人物を選ぶことです言ってることよりやってることを見て人を判断したいと思います公明党の支持母体が総科学会であることは有名ですが公明党の候補者が立っていない選挙区においては公明党は 基本的に自民党の候補者を推薦ししますしそれでこのような選挙区では創価学会員は自民党の候補者に投票する傾向が強いといえますつまり自民党も創価学会からの支持支援の恩恵を大きく受けているのです今や創価学会は自民党にとっても大きな評伝となっていてもし創価学会からの支援がなくなれば自民党はことさらに大きく 奇跡を減ららすことになるでしょうから自民党と公明党の強固な協力関係は今後も維持されるでしょうし創価学会員から得られる票の影響が強大なため昨今の自民党は公明党と同様に創価学会という圧力団体に頭が上がらなくなってきているように見受けられますわかりやすく表現すると自民党は少しずつ第2公明党になりつつあって そのようなカラーが月日の経過とともに強くなっていると言えるでしょう今回の選挙では重要な争点の一つとして経済回復政策だと思います日本の GDP に占める内需の割合はおよそ6割ですつまり国内の経済が回復しないことには GDP は上がらず国際競争力も伸びません内需を回復させるには国民の負担を軽減して 購買意欲を復活させることです。消費税の次元廃止などで国民負担を少なくするような政策を掲げているかどうかがポイントだと思います投票に行きましょうそして民意を示しましょう